イングランドリーグ第3節。舞台はここイングランド北西部マンチェスターにありますオールドトラフォード、マンチェスターユナイテッドのホームゲームです。収容人数は7万5000、シアターオブドリームス、夢の劇場と呼ばれるこのスタジオで今日のゲームを戦います。この時間はマンチェスターユナイテッド対チェルシー、こちらをご覧いただきます。今日の現地の天候は晴れです。いいコンディションの中、両陣営このゲームに挑みます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マンチェスターユナイテッドのキックオフでスタート、マンチェスターユナイテッド対チェルシー。お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか、このあたりの振り抜いた、すごい反応を見せました。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。ペドリ得意のミドル、エンバペからクリスティアーノ・ロナウド、さあエンバペシュート来た、先制、マンチェスターユナイテッド。いや絶妙なファーストタッチから見事なゴール。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてましたよね。ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを置いてましたよね。素晴らしいゴールでしたね。さあマンチェスターユナイテッド、早くも1点先制と幸先いいですね。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。カゼミール、ペドリ、カゼミーロ。マンチェスターユナイテッドがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。そうですね、やはり先制すると余裕が生まれますからね。立ち上がりが大事な場面で主導権を握りやすくなりますよね。中村からクリスティアーノ・ロナウド、シュート、高い位置で奪ってチャンスを作りました。ウクレージャ、ギャラガー、ムシアラからエンバペ、自分で行くのか、ジャクソン、ニコラス・ジャクソンからコール・パーマー、ここはつながりません。長いボールを送ります。コール・パーマー、カイセド、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。カゼミーロ、カゼミーロ、ドリブルで上がる、マデュエケ、ここは抜かせません、ファールありません。クリスティアーノ・ロナウド、スターリング、ポール・パーマー、ムシアラ、いい守備で奪う、このボールはエンバペ、プレッシャー来ますよ、プレッシャー来ますよ。ペドリ、シュート枠に当たる、クプレージャー、ニコラス・ジャクソンへ、トリッピア、ここはカットします。エンバペが受ける、クリスティアーノ・ロナウドからムシアラ、ミドル、おーゴール、これを決めてきた、中村移籍後初ゴール、
新しい歴史の1ページを開きます。中村、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。さあ、マンチェスターユナイテッド、さらに1点を追加し2対0としています。マンチェスターユナイテッドとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね、はい、非常に重要なゴールになりましたよね。ペドリ、マデュエケ、クリスチャーノ・ロナウド、クリスチャーノ・ロナウド、いや、追加点、マンチェスター・ユナイテッド立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。中盤で奪ってからのカウンター、決めてきましたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ、マンチェスターユナイテッド、3点差までその差を広げています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。カイセド、これはどうだ、来たぞ、一旦前を取る、ジャクソン、ここは奪います。スターリング、トリッピアー、このディフェンス、チャロバー、チャロバーから右サイド、アウグスト、これはファールです。ギャラガー、クリスチアーノ・ロナウド、仕掛けるか、これ仕掛けるか、シュート、 これは合いません。ムシアラからクリスチアーノ・ロナウド、シュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル、決定機でした。マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッド大きくリードして前半を終えています。3点差で、しかも得点を与えてないわけですからね、チーム離せません。イングランドリーグ第3節、マンチェスターユナイテッド対チェルシー、マンチェスターユナイテッドが3点差をつけ後半に向かいます。サブスタチューションオンザフィールドNumber 42. さあ、後半スタートです。Coming on the field is number 9, Xavi. ボールがつながる。球際積極的にチャレンジしますよね。これはカード。これはちょっと心配ですね。クリスティアーノ・ロナウド、マンチェスターユナイテッドがメンバーチェンジを行っているようです。そうですね、このタイミングでの交代は回数に含まれませんからね、早めに前半の修正をかけてきた感じですよね。この後半の変化には注目したいですよね。ここは競り勝ちます。ニコラス・ジャクソンからマデュエケ、中央上がっていきます。頭だ、これはキーパーのいい対応、いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。チャロバ、バディアシル、ククレージャー、
シアゴシウバ、ギャラガー、チャロバーへ、ポール・パーマー。さあこのセカンドボール、さあここでカウンター、エンバペ。先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。いや、相手にとっては要注意の選手ですからね。今日は彼を中心にパスが回ってますし、アシストもありましたからね。カイセド。マンチェスターユナイテッドがこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。まあサッカーやってる人は分かると思いますけども、 3-0 からひっくり返すっていうのは結構難しいことですからね。しかもハーフですからね。この後半はもうリスクを犯さず引いて対応していけばいいと思いますけどもね。これはカード、無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。マンチェスターユナイテッドはベンチに動きがあります。エンバペがベンチに下がります。今日は得点を取ってチームに貢献しました。カイセド。さあニコラス・ジャクソン、ボールに立ちますよ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。マンチェスターユナイテッドとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。アウグスト。マンチェスターユナイテッドは選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。ネイマールに渡る。ここはつながりません。ギャラガー、スターリング、カイセド、ニコラス・ジャクソンからコール・パーマー。いいボール入りますよ。さあスターリング、足元狙う、裏へ届くか、抜けた、中村に渡る。カイセド、積極的に足を入れてきます。ここで収まる、レバンドフスキー、セカンド拾えるか、さらに来る、もう一回、マデュエケ、カイセド、ギャラガーへ、いいプレッシャーです。シャビ、ここはファールです。エンクンク、チアゴシウバ、カットに行きます。チャロバ、ペドリからネイマール、狙う、止めた。いやーキーパーいいですね。この距離から打つ姿勢がいいですよね。まあ、今みたいに打てるときにどんどん狙っていく姿勢も大事ですけどもね。チャロバ、ネイマールに渡る、ネイマール、なんと止めた。キーパー好セーブを見せています。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。あとシュート、これはキーパー、もう一度来た。今日4点目かというシーン、こぼれた前の反応は早かったんですけどね、これは決まりませんでしたね。中村、正確なキックを持っています。これのコーナーも読めませんからね、どこ来るか。これはキーパーファインセーブです。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。ネイマールが体勢を崩してのシュートでした。
あっと危ない、シュート決められない。中央決定的な1対1のシーンだったんですけどもね、最後ちょっと焦ってしまいましたかね。残り5分を切っています。ネイマール縦にボールを入れます。ここも固い守りでボールを奪います。狙った、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。チャロバー、チャロバーからのロングフィード、いいボールですね。と呼んでいった。さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。深い位置からのセットプレーになります。どこ狙ってきますかね。レバンドフスキ、長いボールを入れます。ニコラス・ジャクソン抜いた、ここからウッド、これは完全に、ここで笛です。3対0、マンチェスター・ユナイテッド見事な勝利。素晴らしいゲームになりました。負けられないライバル同士の戦いが終わりました。さあゲームは終わりました。マンチェスターユナイテッドとしては一番負けたくないという相手に勝利という最高の結果になりましたよね。サポーターの後押しもあったと思いますし、今日の勝利は格別でしょうね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説に北澤剛さん